皆さんこんにちは、山口勲です。今回の動画では優れた作品と上手な作品っていうものの違い、全然違うんですけれども、その違いについて説明していこうかなと思います。もうすでにね、芸術作品全般の構造のところでこの話はしたんですけれども、非常に重要なところですので、そこだけちょっと取り出して説明していこうかなというふうに思いますので、よろしくお願いします。毎回この図をね、描いていきますけども、くどいようですけど、これすごく重要ですので、だし、その後説明しやすいので、これは書かせてもらいます。技術もしくはテクニックと言ったりしますけどね。芸術作品っていうのは、コンセプト、作ってる人間がなんか伝えたいものがなんかあるわけですよね。でそれを相手、見てくれる人に伝えるために作ってるものですよ。でそこまでいいですか。でその芸術作品って呼べるためにはですよ、無駄がないっていうことと効果的、効果的っていうのはそのコンセプトを相手に伝える上では効果的ってことですからね。っていうこの条件を満たして、完成した時にちゃんとここに向かって、完成が進められていて、で、着地した時にこれが達成されてるっていう。でそれをこれを実現するためにテクニックは下からこう支えてますよと、全体を支えてますよと。だもちろんこれがほとんど必要ないような作品だってあるわけですよ。でそういうほとんど必要なくて成り立つのに、なんか関係ないテクニック使っちゃいけませんよっていう、そういうお話をしたと思います。で優れてる作品、展覧会とかに行ってですね、来てくれた人、作品見る人が、なんかこの作品上手ですねとかね、これ作品うまいねとかね、いうふうに言う場合は、言われた人間がプロのね、絵描きであったりなんかするとですね、ちょっとこう褒められてる気にはならないですね。なんか結構ムッとしたりするかもしれません。でそれはどうしてかっていうとですね、見に来てくれた人が、このテクニックの部分、これについて言及してるんだなと、これについて、うまいね、写真みたいだねとかね、写真みたいだからうまいねとかね、よくわかんないですけど、そういう言い方をするんです。する方いますけども、これはこっちを言ってますよね。こんなに細い線が描けるなんてすごいねとかね、これは上手下手の世界で、確かに褒めてるんですよ、その人は多分ね。でもテクニックはまずテクニック見て、まずテクニック褒めてるっていうことになりますよね。で逆にですね、優れてる、この作品優れてますねっていうふうに言うっていうのは、こっちですよね。こっちは褒めてる、ここは実現できている作品、優れた作品とかの、この優れたっていう部分ですよね。この優れたっていう部分は何を評価してるかっていうと、コンセプトを相手に伝える上で効果的ですね、無駄がないですねっていうことを評価してる。だから見た人はまずコンセプトを読み解く。でこのコンセプトが確かに無駄がなく、そして効果的に表現されてるねみたいなね。でそれが優れてる作品だから、これは確かにこの作品は優れてますねっていうふうに言うわけです。
だこっちはとりあえず見てないんですよね。まあこっちは含まれてるんですよ、下から支えてるんだけど、あの支えてるものを見てるんじゃなくて、支えられてる作品の方を見てるわけですよね。でまあすごいね、すごいっていうのは、まあこっちでテクニックがすごいんじゃなくて、こっちがすごい、無駄がなくて効果的な作品だっていうところを見て、優れた作品だですよっていうふうに言ってるんですね。だから優れた作品だなっていうふうに、感心されるとですね、あ、なんかこの人多分私のコンセプト分かってくれてるし、しかもなんかあのそれを分かった上で、このテクニック小手先の、まあ、小手先じゃないけど表面的なテクニックじゃなくて、あのこの営み全体が優れてるよというふうに評価してるんだなというふうに、まあ、思うわけですよ。だからまあもし展覧会に行ってですね、プロの作家がそこにいたらですね、あの安易に、あ、うまいねとね、あ、写真みたいだねとですね、そういうことを言っては言わない方がいいと、あの全然褒めてることにならないんですね。だってこれを見せたいから作ってるわけですからね、作品本来。なんか職人のこう技術のね戦いで、まあ例えばダンプカーをどれだけ寄せられるかとかね、わかんないですけど、なんかそういうのだったら上手だねね、あんた運転うまいね、こんな大型トレーラーをあの隙間にこう入れられるなんてプロフェッショナルだねみたいな、まあ、それは多分こっちでね、そもそもそんなところに入れる必要あんのかよっていう話はちょっと別にして、まあ、そんだけの技術がありますよって、これを単体で評価してるわけでしょ。だけど、まあ、優れた作品が優れてるかどうかっていうのはこっちを評価してるっていうことですよね。じゃあ、まあ、あのまた前回ですね、前回じゃないか、全体の構造の話、技術作品の構造を話した時に挙げた、まあ、ラブレターの例をちょっと挙げてみますね。まあ、ラブレターを書いてですね、相手に送りました。まあ、恋心を伝えるために、まあ、あるいはなんかこう、まあ、愛の告白をして付き合ってくださいとか、まあ、結婚してくださいかとか、まあ、それはちょっとコンセプトがね、によって変わってきますけども、まあ、そういったメッセージをこう相手に伝えると、まあ、絞って相手に伝えると、ね、ところがですね、見てくれた相手がですね、こっちに反応したらね、どういうことになるかというとですね、いやー、なんかあなた字が綺麗だねみたいなね、で終わりみたいな、もうラブレターだっていうことも認識されなかったのかみたいなね驚きの結果になるわけですよ。まあ、あるいはなんかこう、なんですかね、なんかこう封筒がなんか綺麗だねとかね、なんかそうすごい表面的なところにとどまってしまうとかね、まあ、それはもはやテクニックでも何でもないですよね。単なるこうものすごい浅いところの好みの問題かもしれないね。まあ、ちょっと好みの問題も含まれてくるんで複雑になります。で、まあ、優れたあのラブレターっていうのは、あのこれを読んだ時にですよ、まあ、相手がここを読み解くっていうことですね。で、まあ、なんかこう言われた方もその気になるみたいな、あのそういったものがやはりラブレターとしては優れてということになりますよね。だからそこで字が綺麗だとかいうのがもう先にこう見えてきちゃったらやっぱダメじゃないですか、ね、まああえてこれをこう相手に伝える、何かしらのコンセプトを相手に伝えるっていうことを、あのまず第一の目的としてますから、ラブレター書くっていうのはそういうことですからね。あの最初に「ああ字が綺麗だ」みたいな方にこう飛びついちゃって終わりみたいになっちゃったら、あのそれはちょっとむしろ字下手な方が良かったんじゃないのみたいなね、あの感じになってしまいますからね。あの、まあ、やはり適切に使わなきゃいけないし、あの、まあ、芸術作品見るときもそうですよね。こっちに飛びついてるっていうのは、まあ、あの物の見方がちょっと浅すぎるから、ね、これを読み解こうというその能動的な鑑賞の意識がないか、そもそもこの作られた作品のコンセプトがものすごい曖昧で、あの全然場違いだけど高度なテクニックが使われてますとかね、なんかそういった場合は こっちは目についたりするんですよね。だからもうなんかこう噛み合ってない感じ、もしくはなんか作ってる人間が
あのコンセプト何なのかっていうのがよく分かってないままにっていう、だから結局こっちが褒めようがないっていうか、まあ、こっちが評価のしようがないっていう、状況が作り出されて、ああ技術はすげえなみたいな、うまいねみたいな風にこっちに行っちゃうっていうことが生じます。だからこれはね、どっちに責任あるかね、ちょっと微妙なんですよね。あの読み解く方にも責任はやっぱあると思うんですよ。まあ、ある場合もあります。やっぱり このこっちを読み解いてもらい、ね、そういう意識がやっぱ欲しいですよね。で作り手からするとですね、作り手の責任っていうのは、あのこう変な、ね、使い方したからこっちに目がいっちゃったんだな。だからこれはちょっと技術の使い方が良くなかったんじゃないかなと思って、まあ、改良していくっていうような、まあ、心構えは持った方がいいのかなと思います。まあ、もしくはね、その、まあ、一つの作品じゃなくて、もっと広い時間的な流れで言えば、あの、まあ、美術教育をどうしようかとかね、なんかあの、ここを読み解くトレーニングした方がいいんじゃないかとかですね、あのそういうものも出てくるかもしれない。そこにもつながっていくことだと思いますけど。だからまあなんか原因はいろんなパターンがあるんで、あんまり何が悪いとは言いませんが、あのでも明らかに違うのは、テクニックを評価して、まあ、評価してテクニック単体で狭い範囲でなんかあの優劣をつけて、まあ、言うのいい方が上手っていう言い方をしますね。上手で上手 これは上手だと。で作品って、まあ、表現として見て、表現としておおすごいねっていう時はこの作品自体を評価してますから、その分は優れてるね、優れた作品ですねっていうふうに言う。このさ、これ全然違いますよね。まあすごくその言葉だけを取るとね、あの似てますよ、なんかになんかどこが違うのって思いますけど、この図に書いてみればもうこう一目瞭然じゃないですか。ここはやっぱきちっと分けて考えた方が、まあ、芸術作品を作ったりまた見たりする時も何て言うんですかね、整理ができて、まあ、見やすくなると思いますし、まあ、いい作品なのかどうか自分なりの基準っていうのを持つことができるんじゃないかなというふうに思いますし、まあ、参考にもなると思いますので、まあ、ここで紹介させていただきました。ではこの辺で終わりたいと思います。ありがとうございました。